黒服物語は、倉科良、成田学による日本の漫画作品。スーパージャンプにて、2005年9号から2006年15号まで、連載された。2014年10月期にテレビ朝日系にて、セクシーゾーンの中島武人の主演で、テレビドラマ化された。父を医者に持つ、地方出身の予備校生、小川明は、父の職を継ぐために勉強に励む毎日だった。 敷かれたレールに従って生きていく人生に嫌気がさしていた中、ナンバーワンキャバ嬢アンズと出会う。もう一度会いたいと思ったアキラは、アンズの務めるキャバクラを突き止め客として接近する。しかし、合流の末、無線飲食として黒服に咎められる。窮地に立たされた、アキラの出した答えが、黒服として働いて償うことだった。こうして、アキラにとっては、 死面素かな状況の中、未知なる黒服の世界へと足を踏み入れることとなる。キンドル版もあり。2014年10月24日から12月12日まで、毎週金曜日23時15分翌0時15分にて、テレビ朝日系の金曜ナイトドラマ枠で、セクシーゾーンの中島武との主演で放送された。詳細な人物設定は、原作の登場人物を参照。 本校では、ドラマ独自の人物設定を記載する。池袋、キャバクラ、ジュリエットニュージュリエット主要人物、黒服キャバクラ上神崎ホールディングス、アキラの友人池袋、キャバクラ、デリシャス小川やゲストキャスト名横の表記は、出演会。第1話第2話,第,2話第3話、第4話第5話第6話、第7話最終話ありがとうございます。